テルミノカブスは、後期白亜紀の北アメリカ大陸に生息していた、ケラトプス類の属の一つ。テルミノカブスセアレイ一種の実を内包する。単一の頭頂骨とそれに関連する、数個の断片で知られる。ホロタイプは1997年に、ニューメキシコ州のカートランド類層で発見され、2020年の研究論文で、ナバホケラトプスと共に記載された。 解剖学的には、ペンタケラトプスやアンキケラトプスに類似していたが、非常に狭い切れ込みを持つ特徴的なハート型の頭頂骨フリルを持っていた。他の数種のカスモサウルス赤と共にある系統群を形成しているのではないかと考えられている。サンフアンボ盆地の地質マップ。B はホロタイプの発見場所を示す。 コロタイプ NMMNHP-27468 は1997年に採集された。頭頂骨、他の頭骨断片、断片的な潜水、及び脊椎の断片で構成される。ニューメキシコ州産不安盆地のカンパニアン海にあたるカートランド類層ハンターウォッシブ層のグレーシルトストーンの堆積物から発見された。 ハンターウォッシュ武装中層から上層において、基地の中で唯一のカスモサウルス赤の発見例である。年齢は不明である。フリルの状態から若い野生体でのように思われるが、体格が大きく、縁と腸骨が融合していることは生体であることを示唆している。2005年のアブストラクトでは、この標本はペンタケラトプス属に属すとされているが、 ペンタケラトップスとしては異常であると指摘されている。ジョシュア・フライは2015年の修士論文で他のペンタケラトップス標本と共にグループ化することができなかったことからその記載に疑問を呈した。2016年に非公式に独自の族として命名された。その後の2020年、デンバー・ファウラーとエリザベス・フリードマンによってテルミノ・カブスと正式に命名された。名は ホラの終わりの到来を意味し、これは、頭頂骨の切れ込みが閉鎖し始めて、狭くなりつつある段階であることにちなんでおり、より派生的な後の高さではこの切れ込みが完全に、閉鎖されている。種商名セアレイは、ホロタイプを発見したポール CD への懸命である。この標本を、ペンタケラトップスの新種としなかったことは、ペンタケラトップスの側系統群化を防ぐために、 決定されたものである。ほぼ完全だが非常に歪んだ頭骨プーム23,923も、おそらく本種に含まれる。この標本もカートランドルイソーさんであり、チャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグが1921年に発見した。1930年に、新種ペンタケラトプス・フェネストラトス・ペンタセラタプス、フェネストレイトスと名付けられたが、 後の研究者によってその特徴は、病変の産物であるとされた。しばしば、ペンタケラトプス・ステルンベルギのシノニムと考えられていたが、ファウラーとフリードマンは、頭頂骨の深く狭い中央部の切れ込みと広い、面積から、ナバホケラトプス、または、テルミノカブスのいずれかに属している、可能性が高いと結論付けた。しかし標本は、歪んでいるため、どちらかを断定することは、 不可能である。テルミノカブス及び近縁なタクサの保管された頭頂骨の比較解剖図。テルミノカブスの基地の要素は限られているが、ハート型の頭頂骨の解剖学的構造によって、ペンタケラトップスやアンキケラトップスなどの近縁属と区別される。初期のタクサの顕著な中央項は著しく縮小されており、幅広な有字型とは、 対照的に非常に狭くなっている。テルミノカブスの頭腸骨バーは、より初期の近縁属に比べて細く、非常に幅広である。それは、棒状というよりも板状である。小中バーも拡大し、祖先系のナバホケラトップスよりも顕著なフランジが備わっている。頭腸骨窓は、祖先の角張った状態よりも丸みを帯びた形状を、しており、頭腸バーと、 小中バーが拡張されているため小さくなっている。全体的に、ペンタケラトップスのようなより基盤的な属の形質と、アンキケラトップスやトリケラトップス属のようなより、派生的な属の形質の中間的な形質である。多くの他のカスモサウルス赤のように、その融合した一体の頭頂骨は、6つの円、頭頂骨を持ち、左右に3つずつ対照的に配置されている。 最初のペアは小さく三角型で、中央の溝の上部の端から突き出ており、実際には互いに接触していると思われる。二番目のペアはより大きな三角形のセットだが、三番目の円頭頂骨は丸い D 字型をしている。両方とも上向きに突出し、他の円頭頂骨に沿って傾斜している。保存された右輪上骨自体は長く、生体のテルミノカブスは、 近円属と同様に非常に大きなフリルを持っていることを示している。ホロタイプからは単一の融合した円輪状骨骨も知られている。シワがあり他のケラトプス類と区別可能な形質はない。左の円頬骨も知られており、方形頬骨に融合している。頑丈で大きいがペンタケラトプスとは異なり特に長くはない。テルミノカブスの基地の化石は ユタケラトップスやペンタケラトップスより、わずかに小さく、ほぼ生体サイズの個体であると思われる。テルミノカブスは、カスモサウルス赤のメンバーである。ファウラーとフリードマンは、カスモサウルス赤を、カスモサウルスの系統とペンタケラトップスの系統を及びより派生的なタクサに、対別できるとした。テルミノカブスは、後者に内包される。 系統解析では比較的派生的とされ、アンキケラトプスよりも基盤的でナバホケラトプスよりも派生的であるとされた。しかしながらこの樹形図は確実性が低く、いくつかの分類群を分析から外すと、ペンタケラトプスの系統の多くが不明の多分期になって崩壊した。またペンタケラトプスとカスモサウルスのデータには複数種の標本が含まれている可能性があるため、 ソフトコーディングの見直しが必要であると指摘された。いくつかの分類群は、テルミノカブスの記載研究に含められるにはあまりにも、最近命名されたものであり、それらを分析に含めることでも、その位置が変わる、可能性があった。ファウラーらの分析の一つを以下に掲載する。推定的なカスモサウルス類の系統図、テルミノカブスのフリルは、右上の I で、アイ 禁煙種のフリルと隣り合っている。テルミノカブスは、カスモサウルスの長い前時進化系統の一部であることが提案された。ユタケラトプス、ペンタケラトプス、ナバホケラトプス、テルミノカブス、アンキケラトプスは、このモデルでは、多様な禁煙種の集合体としての単系統群ではなく、時間の経過とともに進化して、形を変えていった祖先と子孫の関係を表す。 関係等群を示している。このことは、彼らの頭頂部の形態が一貫した変化の傾向を示していることからも明らかである。すなわち、最初は大きかった内側のくぼみが徐々に閉じていくこと、頭頂骨の外縁が平らになり拡大すること、頭頂骨バーが小さくなること、角張った形から丸い形へと変化すること、頭頂骨バーにフランジができることなどである。 幾何学的形態分析では、これらが予想された順序でプロットされており、この進化順序を指示している。しかし、上述の系統分析では、コアフィラケラトプス及びブラボケラトプスの二族が想定された原始的な系統の中にプロットされており、問題は複雑であった。しかしこれらはそれぞれ断片的なものであり、診断不能であるため、 重要な意味を持たない可能性が指摘されている。ありがとうございます。